ケムニッツはドイツ連邦共和国ザック先州の都市で独立市である。2008年までは旧ケムニッツ行政管区に属していた。人口は約25万人。旧東ドイツ時代にはカールマルクスイコールシュタットと称されたが、ベルリンの壁崩壊以降は旧称のケムニッツに戻された。ケムニッツという珍しい言葉は近くの都市、ツビッカウを流れて、 最終的には、エルベ川へ注ぐツビカウアムルデ川を原住民のソルブ語で、石が多いを意味するカミエニカと呼ぶことから来ており、スラブ語系では、仮面は石で、以下は女性系設美子である。エルツ山地の山陸あたりに位置し、これを超えると、チェコ領に達する。近隣の都市としては、約70キロ北西に、ライプツヒ、30キロ南西に、ツビカウがある。昔は、 ドイツの楽器産業の中心地の一つで、ケムニッツァ・コンサーティーナやバンドネオンの発明とも縁の深い都市である。カール・マルクスの記念碑12世紀、神聖ローマ皇帝ロタール3世の時代に建てられた。17世紀の30年戦争で壊滅的な打撃を受けるが、その後復興した。19世紀以降、ドイツで産業革命が進展する中、工業都市として発展した。 第二次世界大戦後、1953年に、東ドイツ政府が町をカールマルクスイコールシュタットと解消し、カールマルクスイコールシュタット県の県都となった。1991年のドイツ再統一後、再び町の名称は、ケムニッツに戻された。ケムニッツシアターは、オペラ、演劇、バレエ、フィギュアンなどの様々な劇場を提供し、 オーケストラのロバート・シューマン・フィルハーモニーによるコンサートを運営しています。観光名所には18世紀と19世紀の建物があるカスベルク地区や地元の人々からニシェルと呼ばれるレブチャービルによるカール・マルクス記念碑があります。ランドマークにはルネッサンス・ポータルのある旧市庁舎、旧修道院跡の城、オペラハウスと旧大学周辺があります。 最も目立つランドマークは12世紀後半、または13世紀初頭に城壁の一部として建てられた赤い塔です。ケムニッツの石化した森は文化デパートティッツの中庭にあります。それは存在する数少ないものの一つであり、数百万年前に遡ります。また、地域内のラーベンシュタイン地区には、ザクセン州で最小の城、ラーベンシュタイン城があります。 ドイツ再統一以来、街は大きく変化しました。現在、その産業のほとんどはなくなり、街の中心部は多くのショップや巨大なショッピングセンターで再建されました。これらのショップの多くは、ザラ、H&M、エスプリ、ガレゲアカウフホフ、静かな靴、ピーククロッペンバークなどの国際的なブランドです。大規模なレッドタワーギャラリーショッピングセンターは、 若者に非常に人気があります。ケムニッツ産業博物館はヨーロッパ産業遺産の道であるアリーのアンカーポイントです。ケムニッツ州立高校学博物館は2014年に開館し、旧ショックデパートにあります。かつて銀行だったグンツェンハウザー博物館は2007年12月1日にオープンしました。 ミュンヘンに住んでいたアルフレッド・ガンゼンハウザーは、オット・ー・ディクスによる多くの絵画や素描を含む、約2500点の現代美術のコレクションを持っていました。カール・シミット・ロットラフほか、ケムニッツ植物園は、市営の植物園であり、ウォルター・ミューセル財団の北極高山庭園は、北極圏及び高山植物に特化した、非営利の庭園です。 2014年のダウンタウン・ケムニッツ第2次世界大戦での大規模な破壊と真に社会主義的な市内中心部を建てるための戦後の取り壊しによりかつては活気に満ちた市の中心であった市庁舎の周りに広大な広場が残されました再統一直後の郊外のショッピングへの驚愕の投資のために中心部で主要な建築活動が開始されたのは1999年まででした ベルリンのポツダム広場に匹敵する街の全く新しい地区が近年建設されました。新しい建物にはヘルムート・ヤーンによるカウフ,ホーフェン、ブモンストア、ハンス・コルホフによるファサードのあるギャラリー・レッドタワー、インゲンホーフェンとパートナーによるピーククロッペンバーグ医療品店が含まれます。ケムニッツはケムニッツズイッカウ市街地の最大の都市であり、 ドイツの新しい連邦州の最も重要な経済地域の一つです。ケムニッツの2004年の GDP は約63億ユーロでした。2000年頃からケムニッツの経済は高い年間 GDP 成長率を記録しています。ケムニッツは成長率の点でドイツのトップ10都市の一つです。地方及び地域の経済構造は機械工学 金属加工、自動車製造の重工業部門が最も重要な産業である中規模企業によって特徴づけられます。約10万人が雇用されており、そのうち約4万6千人が他の自治体から通勤しています。ケムニッツの従業員の16.3%は大学、または大学の学位を持っており、ドイツの平均の2倍です。 1790年以降のケムニッツの人口ドイツ再統一後、ザク選手は大幅な人口減少に直面しました。1990年以来、ケムニッツは住民の20%以上を失いました。2006年、BBC はケムニッツ市の出生率が世界で最も低いと報告しました。 国籍別のケムニッツのマイノリティの数2017年12月31日、市の外国人人口への大きな貢献者は、ケムニッツ工科大学です。2017年には1482人の学生のうち2712人が留学生で、これは約25%に相当し、ケムニッツは、ザクセン州の3つの主要大学の中で、最も国際化されています。 トラムの地図とライトレール通信網ケムニッツは2つの高速道路 A4 エアフルトドレスデント A72 ホフライプツヒが交差しています。高速道路のジャンクションであるクロイツケムニッツは町の北西部にあります。ボルナとライプツヒの間の高速道路 A72 はまだ建設中です。ケムニッツの管理区域内には8つの高速道路出口があります。 ケムニッツ内の公共交通機関には、トラムとバス、およびカールスルーエモデルがあります。現在、市内とその周辺には、シュタットバーン1路線、ケムニッツ路面電車ネットワーク5路線、市内バス27路線、およびいくつかの地方バス路線が運行しています。夜になると、市内には2つのバス路線、2つのトラム路線、シュタットバーン路線が運行されます。トラム、 シュタットバーン、バスのネットワークの長さは、それぞれ 28.73km、16.3km、326.08km です。2012年8月、ライトレールネットワークの 226km への拡張をサポートするために、電気ディーゼルトラムがホスロから注文され、新しいルートが、ブルクシュテット、ミッドバイダ、ハイニフヒエン、ザクセン、 ケムニッツの近くには、ドレスデンとライプツヒにあるザクセンの2つの国際空港を含む3つの空港があります。ライプツヒ、ハレ空港とドレスデン空港はどちらもケムニッツから約 70km の場所にあり、大陸間及び大陸間を多数運航しています。ケムニッツには、市の南約 13.5km に小さな商業空港もあります。 現在のアップグレードが完了すると、長さ1400メートル、幅20メートルのアスファルト滑走路ができます。ケムニッツ FC の本拠地、ケムニッツサッカースタジアム。ありがとうございます。